ぜひ我々はこの5名の姿しかとその目に焼き付けてくださりませ。この後拙者が時の声を上げまする熊本城おもてなし武将隊いざ出陣王と申しますので、皆様方大きな拍手をよろしくお願いいたす。一度練習してまいりましょう。拙者がいざ出陣王って言ったら拍手お願いいたしまする。それでは一度練習してまいります。熊本城おもてなし武将隊いざ出陣。おお、ここで拍手。素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。その勢いで本番もよろしくお願いいたす。さあ、それでは皆様方拍手の準備よろしくお願いいたす。それでは参る。熊本城おもてなし武将隊いざ出陣。おお、拍手。皆の者、名乗りを上げよ。おう。我が主君、小西行長公に救われし我が魂、たとえ下等機に使いようとも、その恩義忠義をもって返礼となさん、非を作りし両家の義にあだなす者あら、我が人たちをもって、いや、全ての家紺を告ってくれる。拙者小西家家臣にして後の加藤家臣、百節不当南条左衛門の城元気をここに参上。人は一代、名は松代、たとえ刀は触れずとも、卑怯の誇りを守り継がんと葵のように生きた我が人生、あまたの苦難があろうとも幸せに生きよと願われし私の名は加藤清正の娘八曽にござりまする。本尊たりおが訪れようとも、民を守り新たな時代を導くことこそ大村家当主たる我が使命、時に苦渋の決断を迫ることもあろう。されど全ては安寧の世をもたらすため、我が心は既に旅と共にある。雄梅と我が神明として民の生きる道をはっ切り開く。わしが以前大村藩社大藩主大村義明である。熱い。我らが来た死の熊本にはかつて二人の大名がおり申した。一人は熊本城初代城主加藤清正公、そしてもう一人は拙者加藤清正公とだいぶ仲が悪い。しかし妙行寺は大好き。南城はモテは肥後国宇都城城主いや、こら小西、あ、小西、あ、小西行長なり。人の姿勢、世の知難、身の潜水、天地の変、いずれも計りがたいものである。誰ぞこの世に哀れむことなく己が人生を全うせよ。わしも物の人として譲れぬ一分がある。いいよ。本日1月24日生誕日であり命日じゃ、加藤清正である。熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもてなし武将隊拍手。はあ、この度清正公
ご招待大祭開催誠におめでとうございます。流行り病にて近年は催すことができなかったが、この日多様にして開催されること我々も嬉しく思う次第、熊本より派生参じてまいった我々のこと初めてだという人おられますね。おお、はい、ありがとうござる、ありがとうござる。ではな、我々が熊本でどのような活動しておるのか改めて覚えて帰っていただきたい。やそうよろしい。承知いたしました。改めまして、私たちは熊本城おもてなし武将隊と申しまして、今からおよそ400年前の安土桃山時代よりよみがえってまいりましたものの不集団にござりまする。現在熊本城を拠点といたしまして、毎日おもてなし演舞、この後ご披露いたしまするパフォーマンスのご披露などを行いまして、観光客の皆様方をおもてなししておりまする。また様々な SNS や日々の記録を綴った武士の記録と書きましてブログというものも綴っておりまするので、ぜひお集まりの皆様方、検索のほどよろしくお願いいたします。本日はこのめでたき祭りにご覧の5名にて馳せ参じてまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではこの気温に負けるほどの熱い熱い演舞を待ってました。行ってまいりました。食ってくるんじゃない。なんじゃ、今年も連れてきてくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、わしの生まれたとこに来るなんて相当愛されてる証拠だぞ。わし変なこと言った。いや清水子、なんじゃ、演舞をしようと言うんじゃろ。おお、演舞やろうじゃないか。しかしな、しかししかし、いや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 、なんじゃ、清正公と拙者仲が悪いんだ。だから邪気が満ちておる。邪気、拙者から。じゃあ根源ですか。だからちょっと最初に地味毛量やっつけてから、おお、うん、演舞するから、じゃあ下がって、なるぞ、は回るぞ、はい、ほら来た、地味毛量の声。え、どこ。いやいやいや、下がれっつったよ。あれらの時間だよ。はい、あ、気をつけろ。はい、うん、あ、来るかもしれないぞ、これ、うん、はい、うんうん、わ、下がるぞ。今、金って言っただろ。後ろもいるかもしれない。これは何か弾いた音だ。はい、あーっけっけ、なんぞなんぞ、帰ってきた。安城が仕込んどったぞ、今のは。よし、おいし、お寺に入ってんじゃ。
な主誠にありがとうございます。大きな主誠にありがとうございます。殿、大丈夫ですか。おい、入れ立ち変わってるではないか。ちょっと失礼。殿、持ちまいります。あの、労災おりんからな。おのじゃはしゃぎすぎじゃ。労災はない。そう、大丈夫です。本当に一人ではないか。結構本当に、ちょっと、はい。虫除けスプレー。いや、あの、はい、冷やすやつ。冷やすやつです。さあ、清正子。おねえ、お誕生日、誠に、おめでとうございます。460歳になりました。おーおー、おー、出た。年下です。何条も年上か。拙者も年上でございます。いやいや、年上の方々、今後ともよろしくお願いします。え、今後ともよろしくお願いします。笑ってますよ。はい、どうも。お主、例のもの持ってまいれ。あ、はい、はい、持ってまいれ。はい、わあ、小西殿が来ておる。この羽織、今日初お披露目でござる。よっ、めでたい。かっこいい。なんと、ここ明行寺殿が我々武将隊全員分の陣羽織をこたび作ってくれました。ありがとうございます。これをこたびは初お披露目ということで、もう先にお主、まあ、はしゃぎすぎじゃって。本当に首やっとるんですか。殿、準備は大丈夫でございます。よし、持ってまいれ。どっちの殿だ。あ、清松様。よし、はい、まずこちら。さあ、で、大村様。はい、はい、はい、姫。はい、はい、ではなし。さあ、着用して。あ、はい、着用。わかりました。着用して。拙者の声入ってる、これ。はい、入ってる、入ってる、入ってる。うん、もう難聴だね、拙者も。いい年になっちゃった。さっきここ誰か通ってなかった。そうだよ。そうだよ。なんか、そう、わしの名乗りも。ちっさ、清正さんがね、ちらっと見たら笑ってたの。いや、わしもですよ。温度差、温度差がすごいなと。笑わないようにやりきりましたけれども。はい、そういう、今こうやって今受けすぎじゃだいぶ質問が出ちゃう。ここ吸い込まれた。大村ここだ。いや、それもまあ良き思い出ということでね。あ、そうですね。はい、大村家当主たるとか言ってる時に、あ、言ってた。ちょっと、はい、じゃあ再現 V。 じゃあ、名乗りました。はい、はい、名乗りました。さあ、わしが肥前国大村藩初代藩主。これは大村さん頑張りました。いや、わしは頑張りましたよ。頑張りました。桜。いや、桜じゃない。仕込んじゃない。仕込んじゃおりません。仕込んでない。では皆々、羽織を召したということでな、はい、一つ一つちょっと紹介してまいりたいと思うが、何畳から参るか。はい、はい、前に行きます。前にね、はい、この何畳の羽織、はい、特徴的なのはこの襟じゃな。襟です。おー、はい、はい、近年のあのどういうですか。いや、めっちゃなんで笑うんですか。なんで笑うんですか。どういうことですか。なんで笑うんですか。後ろから見てもらえるから。すごいな、これは。襟がどんなヤンキーでもやんないの。あの、ビッグボスもびっくりするからね。はい、羽織で、ここもまあちょっとね、南条の、はい、こう疾風怒涛のような感じのこう雷を印象付けて、はい、あと、これですね。ここにね、はい、南明宝蓮華経の、はい、南という字が入っており、もはい、南条の羽織でござった。はい、ありがとうございます。はい、明行寺さんにありがとうございます。明行寺さん、ありがとうございます。はい、また来年もお願いいたします。また来年もう一曲作るって。呼んでください。じゃあ次、ヤスオ行ってみようか。はい、ヤスオはな、ジンバオルではなく、このコテと、キャハンだな、同じ柄のものを新調してもらったということで。さようでござります。こたび花尽くしで、いろんなお花やマスやら、あと蝶が入っております。実は、うん、よくよく見ると、はい、ね、そして黒にしていただきました。おい、うん、黒にしたことによって一層こう全体的に引き締まるような感じだ。さようでございます。夏装束にもつけられそうな衣装でござります。で、裏の刺繍が宝蓮華経の花でござるな。はい、ヤソのキャハン、はい、コテでござった。ありがとうござりまする。はーい、はい、じゃあ大村殿。大村殿はこう特徴的な形としては、背面。おどど背面ね、この塩味服のような。よ、マエストロ。ね、ちょっと西洋キリシタンである上に、そういった印象も入れつつ、
あとはやはりこう海らしさもねここね表現したと。ピアノを弾くときはこうやって弾きますんで。ああ、え、弾けるの？見えます。猫踏んじゃったわ、弾きます。それで弾けるって言うの？え、弾けるんですか、猫踏んじゃった。いや、弾け。じゃあわしの方が上ですね。わあ、どんくらい正解です。そしてわしの字の紹介をお願いいたします。はい、妙法蓮華経の法でございます。はい、はい、これが大村殿の羽織でございます。はい、さあ続きまして、はい、真打登場。はい、登場。ゲマサ、いや、なんで、あ、さっきここやってただから。あ、そのために待っとったの。あ、お主でしょう。じゃあ、私は、はい、こちら。はい、え、こう袖が長いのが特徴的でござるな。そして、あんまりこう、わし、黒いイメージがな、あると思うが、こたびは青で。黒いんですよ。あの、そういう、違う違う、服や、服。あ、服。ごめんなさい。ただの色はこれ焼け取るけどね。あ、ごめんなさい。こっち見ないでください。こっち見ないでください。で、裏には、妙行寺の妙。ですよね、ここに入れておる。妙行。行。はい、妙行寺。お寺はあの今熊本にいますので、はい、ね、こういった形で、まあ、この度はこの出陣5名の、はい、お披露目でござった。これがまたな、熊本で甲冑の時にもね、来て出陣してまいりたいなと思う上に、はい、改めて妙行寺の方々ありがとうございました。ありがとうございました。いついつまでも、はい、お慕い申し上げております。はい、はい、じゃあちょっとね、みなみな、次の演舞を準備に入ってもろうて、はは、次の演目でまたみなみな手をつなしながら共に盛り上げていただきたいと思う次第にござる。お、みんな脱ぎ出したぞ。これをしてやらないということだな。まだあれだな、小出しにするんだな。そう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 、なるほど、うん、2回目もあるゆえ、うん、はい、それを誰に渡そうとしてるんだ。え、じゃあ私が。あ、かわいそうに。なんじゃ、いやいやいや、ここできるかしって言ってほしいですけど。ああ、そうだ。はい、うん、はい、さあ、じゃあこの3名がパワハラをしたということで。私は一切預けてません。いやいや、冗談じゃ。失礼しました。もう時間ないから。じゃあこたびな、この会場内ではさまざまな食べ物や飲み物、はい、そしてグッズも新しいトートバッグ、 T シャツなどをたくさん販売しておる上に、まあ、この後もな、いろんなとこを見て回っていただきたいと思う次第。それでは最後の演目。ああ、ささやき狼みたいになってる。我々武将隊の物販もこの後舞台が終わったら南の後方で行う上に、ぜひとも足を運んで残り少ない上にぜひとも足を運んでいただきたい。なんか星取るよ、わしが。では、あれをお願いします。はよし、はい、では参ろう、古城風章。はっ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 舞台が大きくなっております。初めての5人での演舞、はい、最後までどうぞ楽しんでってください。
熱き握手、拍手手拍子ありがとうござる。ありがとうござりまする。え、なんでそんなに睨むんじゃ。かっこいい。びっくりした。そんな面と向かって言われたら恥ずかしいではないか。さあ、我々もな、盛り上がりすぎて次の舞台の時間が迫ってきておるようだね。最後に巻きが入ったぞ今。巻きが、はい、そうじゃ、まあ、楽しすぎてな、久々じゃったからトークが盛り上がって。なのでまた次、我々の2回目18時からこちらで行う予定でござる。午後6時、再びお時間ある方は足を運んでいただきたいと思う試合にござる。一発目はこれにて以上とはいなる。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。熊本おもてなし武将。